エドモンローライブラリー、オクラホマ州立大学スティルウォーター校は、アメリカ合衆国オクラホマ州、スティルウォーターにある州立の総合大学。1890年に設立。同州内における呼び名は、OSU。学生数は、約2万5千人。1890年12月25日、オクラホマ農工大学として創立。立の経緯から、 農業、農学系に強く、また建築と機械工学などの工学部も国際的に有名。研究よりも教育職が強いとされるが、研究機関として評価の高い分野も要する。州内の4つの普通大学と2つの医学系機関を張り巡らしている、オクラホマ州立大学システムの機関校で、オクラホマ州立大学、もしくは同州で、OSU といえば、 通常は同校を指す。ザスチューデントユニオン小都市ショートスティルウォーターに1489エーカーの広大なメインキャンパスを持つ。オクラホマ州立大学のスポーツチームはカウボーイズ、女子チームはカウガールズ。NCWA のディビジョン I のビッグ12カンファレンスに属している。同カンファレンスは全米屈指のメジャーカンファレンスで特に アメリカンフットボールにおいては、ディビジョン IA の中でも最高ランクのボールチャンピオンシップシリーズ所属の6大カンファレンスの一つとなっている。2005年にニューオーリンズ・オクラホマシティホーネッツが一時移転してくるまで同州はプロスポーツチーム過疎地とあって、同校のスポーツ熱は非常に高い。ライバル校はオクラホマ大学で、 毎年一度のアメリカンフットボールの試合は特に盛り上がる。同行の NCWA 全米優勝回数は48回を数える。中でもレスリングが強いことで有名で NCWA タイトル48回のうち34回を占める。この34回のチームタイトルは一つの競技における最多獲得記録となっている。メジャースポーツでは アメリカンフットボールのオクラホマ大学に対して、オクラホマ州立大学は、男子バスケットボールが、伝統的に盛んであり、1945年と1946年の2回、NCWA 全米王者に輝いた。他には、ゴルフで10回、野球で1回、クロスカントリーで1回、全米優勝をしている。ありがとうございます。